甘いルックスを持つ反面、卓越したテクニック、また広い視野を兼ね備えたミッドフィルダー、大島亮太。今回はそんな大島にまつわる50の面白いエピソードを紹介します。大島がサッカーを始めた理由は、なんと小学校に入学する以前にいとこの姉のサッカーの練習を見に行ったことが始まりである。大島は当時を振り返り、いとこの姉の真似をするのが大好きで、ボールを蹴ることが楽しかったと振り返る。大島はプレーがクラブの象徴中村健吾に似ているとよく言われるが、大島は中村健吾に比べてボールコントロールに優れ、ほとんどボールを取られない。また中村に比べパスセンスは劣るものの、長短のパスを使いゲームメイクする。大島はロナウジーニョのような派手なプレーは次元が違いすぎて真似できないと考えていた。それゆえロナウジーニョのようなファンタジスタではなく、デコのようにいろんなところに顔を出しチームを支える存在になることを決めた。彼のプレーというものは天性のものではなく、地味な基礎作りからできたものである。典型的なものは、中学時代に1週間ドリブル練習、その後ゲーム形式の練習、最後に厳しい勾配の山道を登り降りするというトレーニングをひたすら行った。大島の一番の原動力は悔しさである。彼は体が小さいことからヘディングが弱いと言われたり、守備意識が足りないと言われることに対して悔しさを感じる。しかしその悔しさが一番の活力となっている。ちなみに彼は2017年に一つ年上の姉御肌の一般女性との結婚を発表。しかしそのニュースは彼のファンを驚かせる。なぜならネットでは静岡学園高校時代の彼女との付き合いを続けていて、ゴールインするとの噂があったからである。そんな大島選手が大切にしている時間は妻との時間であり、携帯の待ち受け画面は妻との写真というような愛妻家の一面を川崎フロンターレのアンケートから垣間見える。好きな女性のタイプに対して綺麗と答え、好きな女性の髪型はロングで黒ツヤツヤと答えた。それゆえ彼の好きな芸能人はこれらの要素を満たす新川優愛という。そんな愛妻家の大島は普段から SNS などでもう連絡することがないと感じたら LINE の記録をすぐ消すという冷酷さをも備えている。しかし妻とリスペクトする中村健吾に関しては別でずっと残している。サッカーに関しては完璧で、さらにはルックスも男前な大島だが、勉強に関しては大の苦手だという。好きな教科は体育であり、苦手な教科は数学と答え、まるで中学生のような回答をする。大抵の選手が試合前に音楽を聴いたりする中、大島は音楽を聴かずにお風呂に入っている。それゆえ他の選手がスパイクを履き準備をしている最中にもギリギリまで風呂に入ってリラックスする。ちなみに大島亮太の海外の試合に向けての調整方法は特になく、マイペースに過ごす。具体的には時差対策も全くせず、寝たい時に寝る。ただその生活を続けることで時差ボケもせずにコンディションを上げることができる。彼のフットボールは安定しながら、またその一方時折見せるパスやドリブルは観客をも魅了する派手さを備える。しかしお金に関してはとても堅実であり、宝くじが当たったら何に使うというアンケートに対し、貯金、家を買うという回答を8年連続続けている。大島の父親が野球好きだったゆえ、大島は小さい頃野球とサッカーの両方をしていた。水金にサッカー、火木土曜に野球の練習というハードな日々を続けていた。日曜日にサッカーと野球の試合が重なるとどうすると聞かれ、サッカーと答え野球をやめるが、父親は好きなことをさせた。大島は自らの成長のため強豪清水 FC のセレクションを受け、無事合格。しかし過去に清水 FC と対戦しレベルの高い選手がたくさんいると知ったことから、このチームでサッカーをしたくない、逃げ出したいと思っていた。清水 FC に所属していた際、清水学園中等部と対戦した際に衝撃を受けた。なぜなら自分と同じように背が低い選手が多かったが、高い技術を駆使し安定したサッカーをしていたからである。それゆえそこのセレクションを受け再び合格したが、周りには上手な選手が多く自分自身に特徴がないことから再び落ち込む。大島が初めて試合に出たのは中大連の予選だった。しかしポジションは現在のボランチではなく3バックの右であり、チームでは背が高い人がディフェンスをする予定だったが、突然センターバックに選出された。しかし県の準決勝の前日練習にてボランチの人がいなかったことからボランチに。清水学園中等部を卒業後、そのまま清水学園に入学した。しかしまたしても周りのレベルの高さに驚き自信を失う。また高校にセレクションで加入してきた選手もいたため、レベルは確実に上がり自信を失う。そんな大島だが、当時高校でサッカーをやめるつもりであった。しかし理由はネガティブなものではなく、清水学園で全てを出し尽くすくらいまでサッカーにかけようと思っていたからである。高校に入った当初から足元のうまさは逸脱していた。しかしシャイで話すことが苦手であり、メンタルが弱かった。その結果バイタルエリアで前を向きフリーなのに先輩を探すというようにアグレッシブのなさが目立つ。1、2年生ではほとんど控えで、3年生でも怪我など出場機会はなかなかなかった。しかし突然高円宮全日本ユースに出場し始め活躍を始めた。1次リーグでは柴崎岳が率いる青森山田高校を下し決勝ラウンドに進み、さらにはこの後トーナメントで名古屋グランパスや横浜 F マリノスユースを倒しベスト4入りを果たす。川崎フロンターレのスカウト担当の向島達氏は、高円宮の準決勝サンフレッチェ広島戦で大島のプレーに目を奪われる。しかしすでに来年5人の新人を獲得することができてしまっていたが、大島のような宝石を見つけたため特別にトップチームに入れてもらうことにした。大島は契約期間のギリギリに練習に参加し始めた。そこでインパクトを残しザスパ草津との練習試合に出場した。その際に緊張することなく自信を持ち積極的にドリブルを仕掛け、プロ相手にも彼自身のプレーを見せつけることができた。
彼のプレーはトップチームの上層部を魅了した。特にテクニックやサッカー IQ の高さやパスセンスというような武器を持ち、謙虚だが熱い闘志を持つという内面も控えている。結果的に川崎フロンターレが彼の獲得を決め、大島も挑戦する覚悟を決めた。大島は川崎フロンターレ入団が内定し、川崎フロンターレの寮で新しい生活をスタートしようとした。その川崎フロンターレへの出発地となったのは高校の寮であり、同じサッカー部に見送られた。またその際、一人の部員金手義選手が自らの PK を外し悲しむ姿を見せ、大島の寂しさを吹き飛ばし笑いを生んだ。プロの技術の高さは予想以上に高くて驚愕したとプロ入団当初コメントを残しており、特に全選手どんなにグラウンドが悪くても大抵足元に収め、次のプレーにつなげる技術が徹底してすごいとコメント。この時から向上心の高さが伺える。あの謙虚な姿勢から想像できないほど熱い思いを持つ大島は、1年目から試合に出場し始めた。しかし出場するのみではなく得点までしたいと意気込んだが、川崎フロンターレでは中盤に良質な選手がたくさんいるため簡単には叶わなかった。だが反対に言うと、お手本になる選手がいるため良い環境であることは間違いない。成長したかった大島は中村健吾にアドバイスを求めた際、一番遠くを見ることを教えられた。なぜならプロの選手は目線でパスを読んでカットするからであり、その上遠くを見れば間接視野で勝手に近い人を視認できるからと語られる。大島の技術はプロたちから見てもとても優れていることが認められていた。特に柴崎恒成選手は、自分が18の時は技術では全くかなわないと述べた。しかし同時にオフザボールの動きや目の前の相手とのバトル、また試合全体の流れを組む力はまだ鍛える必要があると言われた。足元の技術に関しては他の選手に比べて圧倒している。しかしボールを使ったアップの際には、およそ3メートル先の大きな的に当てることすらできず、一人ずっこけ笑う。プロ1年目は数字に残る記録を残すことはできなかった。しかし個人の技術を重視する風間監督が就任した2012年シーズンの途中から、中村健吾とコンビを組み、コンスタントに試合に関わり続けるようになる。その際、中村健吾から学んできたことを全て教えてもらい、自身の成長につなげた。2013年に大久保が加入したことによって、前年組んでいた中村との関係も変わった。大久保は常にボールを要求して、またポジションが1列前になった中村も大島に頻繁にボールを要求するようになった。大島自身は何も言い返さなかったが、中村の目には何クソと思っているように見えたと言われる。そんな誠実でシャイな大島は、一度だけ試合中に大きな喧嘩を起こす。セレッソとの試合で大島にボールを奪われた南野が大島を蹴ったことにより喧嘩が勃発する。すると審判が南野にレッドカードを出し、大島は不吉な笑顔を見せた。川崎フロンターレがバナナの販売を通じてチームを支援し、地元の川崎市をより活性化させるため、イトーヨーカドーでバナナのプロモーションに努めた。そのイベントの広告のウェブにて、バナナが頭についたカツラをつけていて可愛らしい姿を見せる。2016年以降、普段静かな大島が声を出し、チーム全体をリードしようとし始めた。その背景には、同時に組むことになったボランチの選手がブラジル出身でコミュニケーションが取れないため、自らがチームを率いる必要があると感じたからである。リオオリンピックグループリーグ参戦を通して、大島亮太の活躍は圧巻だった。特に密集地帯をもかいくぐるドリブルやボールの展開力など目を見張るものばかりだった。その活躍を見て風間監督は、周りの人にとっては100キロに見えても彼には60キロにしか見えていないと述べ、彼のテクニックと判断の速さを称賛した。そんなクラブで活躍する大島は、もちろんハリルホジッチに代表招集される。そしてワールドカップ最終予選の初戦 UAE 戦でデビューする。ゴール前では絶対にファールをするなとしつこく注意されたが、長谷部のパスミスをカバーするためだが PK を与えてしまい、 UAE に逆転負けしてしまう。そんな謙虚でシャイな大島だが、自分自身のパスセンスには相当な自信を持つ。それゆえフォワードの選手に対して、フルアウェイはせずに俺のパスに合わせると動いたことになるとコメントする。2022年正月に行われた天皇杯決勝にて優勝を果たすが、同時に中村健吾の引退を聞いていたため複雑な気持ちであった。そしてその後のインタビューで、中村健吾がいなくなることが信じられないと言い、涙を溢れさせた。沖縄キャンプの練習後、永永高虎選手が受けたインタビューにて、面倒見がいい先輩はという質問に対し、大島亮太くんと答え、ピッチ外での活躍までも披露してしまう。何かと日本とライバル視される韓国だが、 J リーグを体験した韓国人選手たちは、大島亮太の攻撃の組み立てのうまさと技術の高さを褒めたたえ、やりにくいため試合はしたくないとコメントする。大島が鬼木監督に再びついていきたいと感じたのは、新型コロナ発生後の出来事だと語る。監督が絶対に感染しないようにしてプレーしようと語り、監督の覚悟は言葉だけでなく、監督の髪の毛がどんどん伸びるという見た目からも感じ、監督に改めてついていくと決めた。ちなみに大島は長谷部誠や宮本恒康のような、これぞキャプテンといったイメージとは少し違い、ピッチ内で声を出すタイプではなく、雄弁なプレーでチームを引っ張っていく、まさに背中で語るリーダー。大島亮太は J リーグ開幕30周年記念のイベントにて、その他部門を受賞する。その賞は、川崎フロンターレが華麗なパス回しでゴールを目指し、大島が決めたゴールに対するものである。ちなみに大島がこの賞で気に入っていることは、その他という名称らしい。名探偵コナンが J リーグとコラボをした際、大島亮太が出演することになっていた。しかし避けられない事情があったため、大島亮太というキャラクターの声をまさかの中村健吾が担当するという珍事件が起こる。そんなコナンの映画に出演した大島は、昔からコナンの大ファンであり、今も毎週録画し視聴している。しかし子供の頃は犯人が黒い影になって出てくるシーンを見ることが苦手だったと語る。大島のうまさは現役のみならず、あの問題発言を繰り返す OB トゥーリオまでも魅了する。自身の YouTube にてゲームメーカートップ3を尋ねられた際、ランキングには入らなかった注目選手に入る。大島の技術やまた試合を操る能力にはポジティブな意見だが、怪我が多いことがネックと述べる。
そんな大島だが、怪我の多さが問題になっているため、ガラスの天才とネットではニックネームが付けられる。プロになってから現在まで報道されるところではおよそ23回も怪我をしている。大島は自身の怪我の多さから日常のケアを欠かさず行う。しかし怪我をしてしまうことから自身の花粉症を疑っている。なぜなら花粉症がひどい時は夜も眠れず体調を崩し、循環器系の調子も悪くなることだと考察する。大島がハマっていることは、買い物などに行った際に商品の成分を見ることである。ちなみに彼は成分を見ても何がいいのか全く理解していない。そんな様子を見たサポーターには変な目で見られているように感じている。というわけで今回は大島亮太にまつわる50の面白いエピソードを紹介してきました。今回紹介したエピソードで視聴者の皆さんが一番気に入ったものをコメント欄で教えてください。そして最後に、この動画が面白かった方はチャンネル登録だけでいいのでお願いします。またこのチャンネルではサッカー選手の面白いエピソードを紹介しているので、ぜひご覧ください。それでは皆さん、さようなら。